これあと焼き鳥ができたんだよ今日俺。ほら中に卵が入ってね。卵が入ってんだよね。うん、卵ができました。うわうまそう。こんにちは、知ってございます。最高だった。やったやった。イエイ。花輪チャンネル。はい、どうも花輪です。勝利です。今日は焼き鳥さっき買ってきましたけど、りゅうちゃんもここにいて、ママもばあばもいますけど、今日ですね、埼玉県の春日部、パパが生まれた町にあります春日部小学校というところで、春日部小学校150周年記念の、イベントに呼んでいただいて、それで春日部小学校の歌を歌ったんですよ。うん、うん、そしたらこの生徒のみんなからこんないただきまして、これね、はい、今日はありがとうございました、春日部小学校オリジナルチョコ羽チョコ羽パンです。でこれがですね、その歌詞の中にも出てくるチョコ羽パンといいまして、これは春日部小学校のパンなんですよね。春日部小学校で作ってるんですか。そうそうそう、オリジナルの給食で出るパン。えこれをね、こんなにたくさんもらったんですよ。家族で食べてください。ほらじゃあこれ注射になってつなくてもこれ、はい、どうぞ。はい、これりゅうちゃんも、はい、はい、勝利もこれどうぞ。チョコ羽パン、ママもこれ。春日部は羽子板のこの羽が名産なんですよ。羽子板の羽をどうですか。うまい。今日ね、どういった、感じのイベントだったのか、まあ、イベントというか授業の一環でやったんだけど、あ、チョコが入ってる。そうそうそう、チョコが入ってる。一瞬ご覧ください。はい、どうも皆様おはようございます。カスカベ師匠です。YouTube カスカベってあの春日部って書くじゃない、カスカベって。だけどこのカスカベは、この糸辺に白の壁でカスカベなんですよ。実はカスカベってもともとね、もともとこの感じだったんですよ。こっちがもともとなんですよ。これが変わってカスカベになってるということが。で150周年ですから、もう本当歴史のある小学校。で、まあ、こう呼んでいただいて今回、カスカベの咲き誇るカスカベという曲をね作りまして、レコーディングしまして、めちゃくちゃいい曲なんだよ、うん、これあとで焼き鳥買ってきたんだよ今日俺。ほらこれ美味しそうでしょ、この焼き鳥。美味しかった。チョコハネパン、うまかった。美味しい。うま、ん、ありがとうございます。はい、これが、サチエから、あ、すいません、サチエでいいよ、だったら違う、大丈夫、リョーコ、リョーコサチエじゃない、リョーコちゃんからいただいた。誰だよ、サチエ。そしてこれが、一の蔵、辛口日本酒いきたいと思います。今日はいただきます。とりざらちょっと入れちゃって、すいません。おー、やばい、うまっ。辛口で美味しいな。辛口なんで、辛口好きやから、ママ。あ、そうだね、好きだね、うん、バオロ大好き。ね、美味しいでしょ。これ何？ちょっとそれ、春日部小学校。花輪さんへ、うん、今日は最悪でした。最悪でしか書いてねえじゃん。あれ？おかしい。詐欺ね。これね、春日部市長も来てくれて。春日部市長？誰それ？春日部市長だよ。市長ね。俺が聞きたいよ、誰だよ春日部市長。
ご飯とか生ハムも。うわ、花輪がこれ生ハム買ってきてくれたから、うんうん、ちょっと周りにこうやってみた。これこの生ハムめっちゃうまい。はい、美味しいの。なんかすごく生ハムが美味しそうなんだけど、処理生ハムもこの焼き鳥もそう。うまい。ちょっとじゃあお箸で。いや、それうまいこれ。うまっ。ボジョレ・ヌーボーあるっけ？え？ボジョレ・ヌーボーあるある。やっぱね、このね、紀州のね、このつぶれ梅、これめっちゃうまいです。うん、ミッドタウンで買い物したのね。ミッドタウンっていうのがよく分かる。六本木の、六本木のね。そしたらさ、うん、目の前からさ、リュウちゃんさ、トム・ブラウンドさんの顔がトム・ブラウンドの顔がいて、どうしてんのお前したら、ユニクロでジーパン買いに来ました。失礼いたします。さすが、もともとね、フレンチでね、はい、働いてますから、うん、フレンチでもう一回拭かなきゃいけないっしょ、うん、本当はね、家だからやりますね。今年のボジョレ・ヌーボーですね。お母さんもじゃあはい、素人とかわかんない。すいません、失礼いたします。お客様、失礼いたします。下に置いといていい？普通、素人。うん、考えをしてる。応援される、銀座だから。はい、こぼしました。失礼いたしました。はい、先生、じゃあお母さん、お疲れ様です。お疲れ様です。いい音。ボジョレ・ヌーボー、今年はどうですかね。今年のボジョレ・ヌーボーはどうか。おいしい。今年もおいしい。詳しいソムリエなんでね、バーガーね。生ハムめっちゃうまいね。あ、ほんと生ハムうまい。ちょっとママにも、ママなくしちゃうから。あ、いいよ、大丈夫よ。生ハムこれがおいしい。だって、花輪が買ってきてくれた。うまい。うまくない？これつけ身のつくね。それ何？これ中に卵があって、中にこうやってね、卵が入ってるんだよね、うん、これ何これ。これがね、チーズ。ん？これチーズが入ってるんだ。チーズかまぼこみたいな。うん、じゃあママレバ食べよう。うまいよ、やっぱり。うまいじゃん。美味しい、冷たくない。うん、あ、レバ美味しい。美味しい。うまい。うん、うまい。うん、サバができました。うまそう、これ。おさばさん。うまっ。うまっ。おいしい。おにぎり食べる人。おにぎり。食べたい。塩おにぎり。食べたい。いいな。食べる？俺も食べた。はい。え、おにぎり。いいな。炊きたてだから。もったいないよ、炊きたてだから。あったかいのでしょ。だって焼き鳥で合わないでしょ、ご飯って。うん、合わなかったね。でもおにぎりだったら入るよ。うん、うん、そういうもんじゃん。ありがとうございます。そんなね、優しいね、ほんと。めんどくさいね、おにぎり作るの。そうだよ、めんどくさいけどやってんの。だからママにいいとこなの。そうだよね。誰がね、親の顔を見てみたいですね。素晴らしいこんな娘を、親の顔。あの子のママね。あの子のママは。いるのかな、存在すんのかな。本当のママはね。本当のママ。うわ、うまそう。おにぎりでございます。最高だ。やったやったやった。ありがとうございます。はい、食べて、3つずつ。喧嘩しないよ、はいはい、6個あるから、はい、喧嘩しないように食べて、うん、1個だけでいい、うん、いいよ、食べる。6個あるから、誰かが1個食べて、はい、誰かが1個食べて似合うね、やっぱ勝利おにぎり食べる姿。これは佐賀の海苔ですか。佐賀の海苔です。うまっ。佐賀の海苔美味しいね、うん、美味しいよ、うん、美味しい。佐賀の海苔のね、今日のね、佐賀の海苔は、うん、今日の佐賀の海苔はこれ、これめちゃくちゃ美味しいよね、この海苔もね。いろんな海苔美味しいけど、これ本当に美味しい。うん、バーバー、はい、バーバーこうやってワイン持つんですよね。なんでバーバーこうやってこれで香りを楽しんでってこと。こうやって混ぜね、香り楽しんで。嘘つけ。いいじゃんね、別にね。でもまあそうですね、お母さんにそんなことしゃべるでしょ。大丈夫でしょ、
汁できました。お味噌汁来ました。お味噌汁が、怖いね。危ない。盛りちゃう。はい、お味噌汁。ありがとうございます。ネギと今日はお豆腐、ネギしかなかったから野菜が、味噌汁入れる具材が、ネギとお豆腐のお味噌汁。で、バーバーね。はい、美味しい。じゃあね、どうぞ。やっぱ日本人は味噌汁だね。うん。ね。美味しい。よいしょ。さあ、もうちょっと休憩。落ち着きます？大丈夫。今じゃ全然すっぴんでも大丈夫と思うけど。今日やばいよ、ほら。全然大丈夫。普通にね。全然大丈夫だよ。本当やばいって今日、マジで。これだよ。これだよ。嘘つけ。ねえ、スピンのがいい。何がやばい？顔がや。おでこが出てんの今日。やだ。ママのスッピン大公開。あそこの奥に行けば大丈夫かもしれない。ね。あそこの奥だった。ちょ、やばい。いや、やばくないと思うけど。何やばいのかわかんない。全然これだったら大丈夫？見えないでしょ？うん、全然ね、大丈夫。遠くだから。何が、まずその何が悪いか分かってないから、うん。うん。ね。レバー美味しい。勝利レバー嫌いだもんね。ね。でもママも子供の時言ってんじゃん。そうそう、好きになるから。これがね。味覚は変わるんだよ、本当。変わるのよ。ね。あとね、ママトマトが食べれなかったんですよ。ちっちゃい時。そうなんですか。高校までトマト食べれなかった。うん、大嫌いだった。高校まで。うん、絶対食べなかった。え、ばば知ってんの？知ってんの。それまでの親なんだもんね。じゃあということでございまして、今日はちょっと普通に夕食の、ね、風景をお届けしましたけど、ゆるくね。はい、ということで本当にあの春日部小学校のみんなありがとうね。ありがとう。本当に可愛いね。また遊びに行きます。ありがとう。チョコハネパン食べます。チョコハネパン。うん。ありがとう。はい、ありがとうございました。